この片手に乗るこの大きさから想像もできないような広い音場を作り出す。これは聞く人に大きな驚きを与えるかなというふうに思っています。私は音の研究をずっとやってきましたので、そこでの信号処理等を活かした技術を使って、全く新しい商品を作りたいと思いました。音油の中には、大きく分けて3種類のコンテンツが入っています。一つは自然の音、もう一つは、音楽、それからあとサウンドエフェクトですね。自然の音は我々が全て独自に集音しに行って音遊に最適になるような音を録音してきています。森、海、川、それから虫の音等を1年かけていろいろな時期に録音をしてきました。アコーステージは目の前にある2つのスピーカーを使って頭の周りに音を定位させるような技術の総称です。この形状ですが、自然または癒しということをテーマとしていますので、角のない丸い自然に馴染むような形状を目指しました。この音遊には我々がこだわって作ったコンテンツが2時間50分分ほど入っています。十分に楽しんでいただけるのではないかと考えています。ぜひリラックスしたい時などに聞いていただけると幸いです。